大雛のオスツボは、ゴマのハグサかゴマのハグサ族の多年草。地下に、防水系の肥大した根が数個ある。茎は角張った量が4つあって四角になり、直立して高さ1メートルになり、普通上部には、南毛が生える。葉は耐性してやや厚く、傭兵があり、傭身は長卵系、または卵型で、長さ6から10センチメートル、幅3から5センチメートルになる。 葉の先端は尖り、円には尖った教師が多数ある。花期は8から9月。茎先によく分子する円錐花状を作り、多くの花をつける。花柄は太く、長さ7から11ミリメートルになり、線毛が生える。額は小径で、額列辺は5つに深く裂け、列辺は三角上乱形で先は尖る。 花冠は、暗光紫色で、長さ8から9ミリメートルになり、膨らんだ壺形で、先は神経になり、上唇は2列、下唇は3列し、下唇の中央列辺は反り返る。湯髄は4個あって、花冠下唇側につき、横に広い楕円形の薬の円が裂けて、花粉を出す。仮湯髄が1個あり、花冠上唇の中央基部につき、線状に横に広がる。 死髄は一個で、家中は家外に伸び出す。果実は、長さ6から9ミリメートルの卵型の果てになり、方感劣開する。種子は楕円型でごく小さい。死髄占熟で、花が開くと家中が花の外に伸び、重粉して火水する。この時、地花の薬から花粉は出ていない。その後有髄が伸びて、薬の縁が裂け、花粉を出す。これによって、 同一の花からの受粉が避けられる。日本では北海道南部、本州、四国、九州に分布し、低山の日当たりの良い草地や林園などに生育する。国外では朝鮮半島に分布する。和名の大雛の薄壺は、大雛の薄壺の意で、小さな壺型の花を薄や壺に見立てたもの。同族に似た花をつける雛�の薄壺などがある。また、 主将名格電子スは、新潟県角田さんの,のことで、新潟県の角田山で採集されたものが、タイプ標本となっている。ありがとうございます。